じわっとなんかハンドメイド感が出てますね、うん、音太いですね。一般的なところだとこれソロイスト向きのギターなんでしょうけど、うん、僕のような、なんかリードギターをピックでしっかり弾きたいっていう人にも、はいはい、鉄弦のパワーがあるけどでもちょっとナイロン弦のギターみたいな感じ、いい意味で、はいはいはい、そうです、セッション向きということでやっぱりピックアップも重要ということで LR バックスのアンセムが入ってます、はい、セッション向きって分かりますね。あ、なるほど。でセッション用のギターとしてはすごいゴージャスなギターそうですよね、そうハンドメイドの、うん、なんかすごい贅沢な、はい、本当にオールラウンド、ね、いいですね、うんうん、どれもハマりますね。指で弾いてもなんかこうなんかね、はいはいはい、ウッディな感じっていうかね、ちょっと儚い感じのギターリズムっていうか、うんうん、アコギリズムっていうか、